はい。じゃあ、時間になりましたので、えー、ホームルーム始めたいと思います。皆さん、こんにちは。えー、アガルータアカデミー公務員講師の小林です。<laughs> はい。今回はね、あのー、まあ、コロナ禍ということで、ホームルームですね。本当は皆さんに集まってもらって、ライブでやれたらいいんですけれども、<laughs> まあ、こうやって、ズームという便利な、あの、ソフトがあるということで、リモートでやっていきたいと思います。 よろしくお願いします。で、あの、質問ある方は、ええー、まあまあ、これは見計らって手を挙げてもらう。手を挙げてもらうっていうのは何か。チャット出してもらうか、うん、発言してもらってもいいです。うん。あ、チャットで入力してもらうか、あるいは、あの、もう、えー、っと、マイクオンにして質問してもらってもいいです。まあ、その前にちょっと手を挙げてもらった方がいいですよね。そうですね。なんだっけ、手を挙げてもらうのは。 リアクションかチャット使ってください。よろしいでしょうかって言ってて、みんなうんって言ってもわかんないね。えー、っと、なんか音声聞こえづらいとかっていう人あったら、チャットで入れてください。大丈夫ですか大丈夫かな、はい、あ、ありがとう。OK マーク。長野さん。一人だけ。えー、いいか。 ありがとうございます。じゃあですね、今日は、えー、まあ、あの、2回ね、ホームルームやるんですけど、一応目安として21年目標と22年目標って分けてるんですけど、まあ、あの、この中には来年受験するけど、とりあえず先持って聞いとこうかなっていうことで、えー、この時間のホームルーム参加してくだ,くださってる方もいると思うんですけど、それ全然 OK です。はい。 で、えっ、ー、と、この時間のテーマは、面接カードはこうして準備ということで、ええー、まあ、告示文にもね、あの、民間企業の採用だったら、エントリーシートとか、ね、ES とかって言われたりするんですけど、まあ、公務員試験でも、まあ、あの、年を追うごとにですね、面接重視になってきまして、ええー、エントリーシートとか、まあ、面接カードとか、 まあ、あまり履歴書っていうのは、もう、フォーマット使うところはもう、ほとんどなくなってきていますけど、市役所なんかはね、履歴書と、まあ、いわゆる面接カードと別々に提出させるところもあるんですけど、まあ、この頃、あの、学歴とか、ね、試験でも、あれなんか変なの、の今、声がダブってくすいません。えっ、ー、と、ごめんなさいね。ちょっと音声が悪かった。えー、今、あの、公務員試験でも、 出身大学とか学部とかね、あの、わからないようにさせるというところも出てきていますので、まあ、履歴書を提出させるっていうところも、えー、減ってきているかなという感じはします。で、他方で、えー、ご存知かと思うんですけど、えー、地方公務員で、特に都道府県ですね、都道府県の公務員で、新方式っていうのが増えてきまして、 まあ多分都道府県で新方式やってないところはほとんどないと思うんですね。で、ちょっとまあ、見せてもらうと画面共有しますね。えー、っと、これだ。あれあった。はい。えー、これが、えー、今ちょっと画面共有させてもらったんですけど、ここ目一杯広げるの、これか。はい。えー、っと、これ、 公務員総合ガイドっていう、まあ、サイトなんですけど、これ結構お役立ちなので、皆さんも活用されたらいいと思います。で、ここにですね、平成3年の試験日程がありまして、で、まあごめんなさいね、今年受験してる人だったら今更なんだと思うかもしれないんですけど、まあ例えばですね、4月上旬というところを見ると、福岡市地方上級特別枠とかね、それから、 神戸市大卒特別枠と。特別枠って何かそれが私がさっき言った新方式ってやつですね。例えば4月11日、長野県の行政 BSPI 方式とかね。で、えー、あとですね、例えば4月18日、岡山県職員 A アピール型。もうみんなすごい自由な名前をつけてるんですけど。まあ、つまり、えー、これまでの公務員試験は、まあ、教養の択一、専門の択一、あるいは教養期日ということで、 まあ、いわゆるゴリゴリにペーパー試験の勉強し、で、それに受かったら面接行って、面接通ったらいいよってことだったんですけど、いや、もうそれだったらですね、もう、あの、公務員試験、こう、嫌がる人が増えてきて、民間企業にね、いい人材が流れてしまうと、じゃあ面接重視で民間企業に限りなく近い採用試験やるべきだっていうことで、新方式。えー、今5月12日、あ、ごめんなさい、5, 5月2日、噛んじゃってるわ、すいませんね。えー、東京都一流日、一般方式、新方式と。 そうそう。これなんか典型的ですよね。一般方式っていうのはこれまでと同じ教養宅地と専門技術と教養技術で面接というのが一般方式で。で、新方式っていうのが、まあまあ民間企業とあまり異ならない、えー、採用方式と。で、見てお分かりの通り、東京都一類とか特別区一類なんていうのはね、同じ日にやるから、これ新方式と一般方式と併願できないんですけど、これ自治体によってはですね、 えー、どっちとも受けていいですよっていうところもあると。まあ、その辺のところは、ご自身が希望する自治体に応じて、まあ、使い分けてください。これどうやって終了させるんだっけ右上か。あ、わかりました。すいません。はい。OK です。共有運動を閉じちゃったから共有が。 終わっちゃった。ま、あいいや。はい。まあ、そんな感じです。で、えー、っと、じゃあ今日はですね、その、面接重視になってきた、まあ、言いたいのはです面接重視になってきたということですね。面接重視の公務員試験で、スライドショーにします。はい。最初かね。すいません。そうそう、面接重視のですね、えー、公務員試験において、ま、あの、エントリーシートですね。えー、これの内容が非常に重視されてくると。 いうことなんですねで、まあ、中にはですね、特に地方公務員なんかは、えー、2回、3回とね、面接するところも多いですし、まあ、国家公務員なんかでもですね、まあ、国家一般職は、国家一般職と資格試験みたいなものですよね。でそれに合格した後で、国家一般職の面接がありますよね。まあ、人事院面接というんですけど、それに通った後、官庁訪問して、2回、3回と呼び出されて、何回か面接繰り返すというところも決してですね、えー 珍しくありません。ということで、エントリーシート面接カードって一体何なのかということですねで。ここではちょっと準備の方法とその意義についてお話をしていきたいと思います。はい。で、これ、あのー、見たことあるなっていう人がいるかもしれませんよね。実は、え、YouTube でですね、えー、公務員試験100本ノックっていうのをやってまして、まあ、そこでも同じような資料を使っているんですけども、まあ、ここではですね、えー、同じ情報を照れているのではなくて、また、 別のね、えー、お話をしていきたいと思います。エントリーシートって目的何かっていうと、これは民間企業であれ、公民であれですね、あまり変わるところがないんですけど、まあ自分という、すいません、商品のパンフレット。まあそんなふうに思っていただいたらいいわけですね。なんかペンとか使えないんだろうはい、すいません。自分という商品のパンフレットだと。つまりまあ、えー、面接受ける前に提出すると。面接カードっていうぐらいですからね。で、提出時期は、まあ、願書提出時期。 あるいは、一次試験の時に持っていく、あるいは、えー、面接の当日持っていくというふうに、まあ、面接を当日持っていくっていうのは、もう、目的は何かっていうと、まあ、面接官がですね、質問するネタみたいなものになってくるんですけれども、まあ、あのー、そうではなくて、ほとんどの、そうではなくて、ほとんどのところは、まあ、事前に提出っていうところがね、多いんですね。で、これはもうあの、あらかじめ自分っていうのはこういう人間ですよっていうことを、まあ、書面で、 えー、紹介するということですので、まあ、要するにパンフレットと同じだとね、思ってもらったらいいわけです。皆さんも何か商品買うときにですね、パンフレット取り寄せてそれを見たりとか、まあ、例えば、まあ、旅行行くときにですね、いろんなツアーのパンフを見て、まあ、どんなものが入ってんのかとかね、特典がどうなのかとかね、知って、で、行こうか行く前か決めますよね。まあ、それとよく似ています。ということで、えー、エントリーシートもですね、まあ、それを読んで、 会ってみたいと思わせたら勝ちなわけですよね。もちろん、そのエントリーシートを提出した人全てが面接受けられるという職種もあります。うん、まあそれでもですね、面接前に、あ、この人こんな感じの人だなとかですね、えー、なんか真面目そうだなとかね、明るい感じの人だなとかっていうのがですね、なんかね、わかんないかなと思ってもですね、 こうわかるんですよね。その面接カードという書面だけでも。で、あの、面接対策講座でも私売ってるんですけども、例えば、えー、学歴と職歴と、まあ、趣味とか、大学時代専攻してたものい、いわゆる市販の履歴書みたいな、あの、定型フォーマットに書く内容でさえもですね、そこにはですね、その人の人柄というかね、性格というかですね、やっぱり滲み出てくるんですよ。これ本当です。えー、私も、 過去にですね、えー、仕事上、なんかめちゃくちゃたくさんのアルバイトの人とかですね、面接してきたんですけど、結構ね、出てくるんですよ。だからね、まあ、ちょっと余談になりますけど、社員の人がですね、あの、面接前にですね、私のところに履歴書を持ってくるようになったんですよ。で、小林先生、これどんな人かちょっと教えてくださいとか言ってね。まあまあ、だいたいそれが当たるというか別に私占いやってるわけじゃないんですけどもね。まあまあ、あの、 見るところを見るとね、まあその伝わってしまいますので、まあまあ、で、そ、特にですね、公務員試験の、あの、面接シート、面接カードっていうのは手書きなんですよね。ほぼ手書きですね。だからなおさら、まあね、あの、各文字にもね、えー、なんか性格とか人柄とか現れたりするということもありますので、まあそっからもね、えー、なんか伝わるものがあると。でそれで、えー、面接カードを読んでくれた人が会ってみたいと。まあ、興味を持ってもらえたらね、 え、成功ですね。まずね。で、まあ、これはさっき言いましたように、面接のネタでもあるわけですね。で、あの、面接官というのもですね、えー、悩んでるわけです。これもいつも言うんですけど、まあ、何を悩むかというと、何聞こうかなとか、<laughs> どんな質問したら、その人のいいところがわかるかなとかね。あるいは、面接の、たかだか15分とか20分なんですけど、まあ、長かったら30分ぐらいあるんですけど、その間でですね、 いろんな質問をして、その人の人となりというのは探っ,ていかな探っていかなければならないと。でもちろんあの、採用した結果ね、まあ、とんでもない人間だったということもさ、まあ、たまにはあるわけですよね。で、そういった時。 そういった失敗もしたくないし、かといって、えー、いい人材を逃したくもないということで、面接官もですね、どんな質問をしようかなって、やっぱり悩んでるっちゃ悩んでます。まあ、その中で、えー、個性を出せればグッドだということですね。うんまあ、人間というのはですね、二人として同じ人はいませんので、顔の似た人とかね、体型の似た人がいたとしてもですね、えー、その人格全体として全く同じ人っていうのはないわけですね。 でもですね、書く内容がね、えーまあ、例えば、面接カードどうしようかな、と、えー、思ったときにですね、まあまあ、ほぼ、ほぼ、ほぼ100%に近いかな、えー。みんなインターネットとかで検索するわけですよね。えー、それでまあ、世の中には親切な人がたくさんいまして、いろんなコラムだとか、あるいは YouTube なんかでも、まあ、こうこうこういう質問に対しては、こうこうこういうふうに答えたらいいとかですね、こういうふうに書くのがいいよということで、なんか模範回答というか、回答例とかね、 まあ用意してくれたりするわけですねで。それをそのまんま書き写したりしてるとみんな似たような内容になってしまうと。そうすると没個性になりますよね。だからまあ難しくっても大変でもやっぱり自分で考えて書いて個性を出すと。えつまり個性を出すっていうのはね、他の人よりなんかすごい経験してるとか、 なんかものすごいチャーミングなところがあるとかですね、そういうふうに気負う必要は全くなくって、えー、自分自身をまあ出すことができれば、それがイコール個性になるということなので、ここはあまりですね、清わないでいてください。はい。ということで、えー、エントリーシート、面接カード、鉄則7と、ね、こはまあ無理やり7にしてるところがあります。<laughs> まあということで、えーまあ、参考程度に聞いていただいたらいいかなと思います。で、まず一つ目ですね。 えー、死亡動機は具体的にということですね。この具体的にっていうところがね、あの、なかなか分かっていただけないところがあって苦しいところではあるんですけども、ちょっとたまには、みんなの様子を見たいので一歩り、一っあすいません。そう。あ。押しちゃったから。共有の中止をすればいいのかな 押しちゃった。はい、すいません。たまには様子を見てもらった。あ、そうそう。あの、これ、全部画面、あのー、今、こう、アニメーション使ってますが、後でまた見せますので、えー、メモできなかった人も心配しないでください。すいません。で、死亡動機は具体的にっていうふうに言いましたよね。で志望動機書くときに、やっぱり苦労するわけですね。なんとなくね。 どうしたかっていうと、なんで公務員受けたのとか、まあ、例えばなんで東京都受けたのとかね、えー、いう質問に対して、うん、やっぱり東京に住みたいし、とか、東京都ってま、あ都会だし、田舎行きたくないし、とか、公務員ってやっぱ安定してるからっていうのがね、まあスパ、スタートだったりするわけですね。<laughs> ま、そうすると、それをズバリ書くと、ね、身も蓋もありませんので、どうしようかなってみんな悩むんですけど、でもやっぱり具体的に。で、考え方としては、えー、っと、 映るかな見えますね。で、まず公務員なのか、民間なのかですよね。公務員なのか、民間なのか。なぜ、まあ、公務員を受けたのか、ね。民間でなく公務員を受けたのかっていうところを自分に問うて。で、公務員だとしても、国家公務員と地方公務員があるじゃないですか、ね。で、例えば、そう、東京特別区だとしましょうかね。希望するのが。で、まずスタートは、なぜ民間でなくて公務員を受けることにしたのかに対する答え。 で、えー、じゃあ公務員としてもなぜ国家公務員じゃなくて地方公務員なのかと。ね。まあ、例えば専門性高めて国全体に関わる業務に携わるよりもですね、えー、地域限定で、えー、その地域の住民のためのですね、仕事をしたいとかね。まあ、いろいろあると思います。で、地方公務員の中でもなぜ、都道府県、小池自治体ですね、都道府県ではなく市区町村なのか。 で市区町村の区っていうのは特別区のことです。で今、特別区だとすると、まあ、やはり東京都と特別区ってね、まあ、よく比べられるわけですね。まあ、例えば埼玉県だったら、埼玉市を受けるってすると、埼玉県ではなくて、なぜ埼玉市なのかとかですね。なぜ愛知県じゃなくて名古屋市なのかとかですね。で、まあ、あの、広域自治体と基礎的自治体の違いとしても、まあ、一番違うのは、やっぱり住民との距離感が違うと。 で、えー、市区町村になるとですね、まあエリアは狭く、住民との距離感が近くてね、で、えー、レスポンスも早いと。で、やっぱり機動性もあると組織としても小さいのでね、でやっぱり自分の存在意義も、まあ、大きい自治体より、あるいは国という大きな組織よりも、まあ一人の職員としての自分の、まあ、存在価値も高くなる。まあその分責任も,もたいし、住民との距離感が近いっていうので、 あの、本当に、えー、いろんな受講生、合格者見てると、やっぱり住民との距離感近いし、まあ、お客さんである住民の顔を見ながら仕事がしたいから、市町村がいいっていう人も多いんですけど、でも、反面デメリットとしては、あの、まあ、クレームだとかね、なんとかもう、うダイレクトに伝わってくると。まあ、多分これ聞いてる皆さんもご存知だと思うんですけど、あの、まあ、COVID-19 なんか、あの、コロナのですね、ワクチン接種に関してもですね、 え、ま、集団接種、特にですね、えー、中学校、高校、大学なんかでもですね、接種始めようとなるとですね、そんなのですね、ワクチン接種なんてね、任意のはずだからとか言って、なんか、なんかわけのわからないですね、批判とかですね、クレームとかですね、ネットとか、メールとか、電話でゴンゴン来るとかね、いうね、ニュース聞いたことあると思うんですけど、まあ、そういうふうにですね、あの、住民対応とかしてくるとですね、ほら、マスクつけてないから注意したらなんか絡まれたとかですね、ニュースになってるじゃないですか。でそういうところもあると。 うん、でも、やっぱり住民との距離感近いし、えー、フットワークよく、ね、レスポンス早く、そういう感じで仕事化したりとか、ね、まあまあ、これはあのー、なんていうかな、理由の一例を言っただけなんですけど、ね、まあ、そういうふうにして、一つ一つ、なぜ民間ではなくて公務員、えー、なぜ国ではなくて地方、えー、地方でもなぜ都道府県ではなくて市区町村、で市区町村の中でも、まあ、例えば、 そして西東京市とか東村山市ではなく特別区なのか。特別区の中でも23個あるから、千代田区なのかとか、台東区なのかとかね。まあ、そういうふうに一個一個こう、こう、枝分かりしていくの、その境目のね、理由を一個一個自分でですね、難しいと思ってもですね。で、これを全部エントリートに書かなくてもいいんですよ。なんですけど、えー、思考をですね、整理するポイントとしてね。 でもやっぱりよく質問されますよ。え、それだったら民間企業行けばいいんじゃないのとかね、えー、突っ込まれることってあるわけです。答え方としてね。で、それだったらあなたのやりたいことっていうのは、えー、市役所じゃなくて、そ県庁の仕事じゃないのなんて突っ込まれることもあるわけですねで。そうすると、分かってきますね。この境目を考えるにあたって、例えば、まあ、東京の例ばっかりで申し訳ないんですけど、東京都がやってる政策と、 東京都内にある市役所のやってる政策、一個一個違います。で、23区も特別区でもね、えー、それぞれ個性がありますので、実は同じように見えてやってる政策も違うとね、言、えー、うので、死、え、亡、ー、動機を考える上にあたっては、まあよくですね、企業研究、業界研究と自己分析っていうことを言うんですけども、で、えー、同じですね。やっぱ相手のことね、例えばさ、えー、一般会計のよ、 予算がどれぐらいああ、先生。ああ、すいません。近所人がいるんです。<laughs> 一般会計どれぐらいかって、あの、模擬面接なんかで聞いてね、さあとかですね。で、人口何人いるのとか言って、さあっていう人いるんですけど、それはまあ基礎知識としてどうよっていうことなんですよね。まあ、変な話ですね。アガルトアカデミーに就職したいっていう人がですね、面接試験を受けに来てくれると。 うん。いうときにですね、えー、質問するでしょで、あの、うち、弊社で、アガルーアカデミーで扱ってる資格上げてくださいって言ったら、なか、てん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 ってなる人ってたまにいるんですよ。もう、それ、ちょっと論外ですよね。つまり、アガルーアカデミーが、えー、どういう商品商品っていうのはどういう資格をね、扱ってて。例えば、建築士とかやってないと。どういう資格を扱ってるのか。 知ってる知ってないそれ知らずにですね、就職するって、何なん,なんってね、なってくるじゃないですか。まあ、同じです。公務員受ける時も自分が受けようとする自治体ね、えー、あるいは、官庁、国家公務員だったらね、官庁、各省庁ですね、えー、どんな業務をやってるのかとかね、えい、ー、うことを、やっぱり知らないとね、今度就職してからね、自分がね、あ、なんか使ってたとか損したっていうことになりますので、ですから、えー、就職する相手のことをちゃんと調べるということは、 やるようにしてくださいね。あ、あのー、こうやって喋ってるけども、チャットの方で質問してくれていいですからね。はい。すみません。はい。で、次行きましょう。ね。えー、で、採用されたらやりたい仕事はなんですが、これもよくエントリーシート書かされるし、面接でも聞かれることですね。で、これも具体的に、やりたいことも具体的に。で、何でもやりますって、 まあ最近の人はそんなに言わないけど、何でもやりますってね、何もやりたくないとね、リーイコールになりますので、まあ具体的にいろんなことやってるわけですから、ね、例えば観光客誘致とか、中小企業誘致やりたいとか、高齢化対策、あるいはえ子育て支援がやりたいとかですね、あるいはその省庁、あるいは自治体でやっている、まああの、非常にユニークなことに目をつけて話をするのもいいということですね。まあ例えば調布っていうと、 えー、調布市の例を挙げてみたいと思います。ほんとすみません、東京の話ばっかりでね。で、調布市だったらですね、皆さんどんなことを思いますか調布市なんて考えたこともなかったらね、ピンとこないかもしれないんですけど、そうなんですよ。かつてはですね、日本のハリウッドと言われるぐらいですね、映画の撮影所がね、えー、たくさんあったわけですね。でそうすると、やっぱり映画の街、調布市ということで、まあ、あの、売ってはいるわけですね。で、 まあ自分はですね、映画が好きだし、えー、ましてですね、調布をですね、映画の町としてもっと世界的にね、有名にしたいと。ね。つまり映画に関する産業を誘致するとかですね。で、映画に関するっていうことは、映画制作だけじゃなくってですね、うん。例えば、えあ、ー、また押しちゃった。こっちだな。うん、なんかね、操作間違い、すいません。えー、ごめんなさい。映画制作会社だけじゃなくてですね、えー、そこに出る人。ね。えー いますし、で、こう撮影するために、移動するためのですね、車両とかですね、いろんな産業がね、実はかかってくるわけですね、文化的なことでもありますしね。まあそういうところに目をつけて、志望動機にね、書いてみるとかね。で、まあの別に調布だけじゃないです。あの、えっ、ー、と、フィルムコミッションって言葉を聞いたことがありますかそうなんですね。えー、これも自治体によって違うんですけれども、あの、ロケ地、ロケの誘致ですね。えー、つまり、えー、この間、 多分多分浅賀市の、ね、ホー,ムページちょっと私も映画作ることになってて今年ねであのグラウンド野球の草野球の映画なんで野球場のグラウンドでロケできるとこないかなと思って探してちょっと朝霞市ヒットしましてでやっぱりフィルムコミッションがあってであの野球場とかソフトボール場とかね いろいろあるので、えー、ここで撮影したい方はどうぞとか言ってで、ね、過去の撮影履歴、テレビドラマとかよく撮ってるみたいなんですけど、ね。まあ、そういうことで、えー、経済効果なんかも狙ってですね、えー、制作としてやってるところは、その、いわゆるフ,フ,ィフィルムコミッションね。めちゃくちゃ力入れてないところもありますけど、もう、あの、担当者をちゃんとつけてですね、えー、で、ロケ班なんかもずっと案内してくれるところもあったりとかね。 まあまあまあそう、いろんなことをやってるので、あまりこう表面的なね、あの、もちろんホームページがとっかかりなんですけど、ホームページも、あの、見るんならちゃんと一個一個自分の目的とするところを探していくとね、えー、結構面白いことにヒットしますので、まあそういうふうにして、相手のことを研究して、なおかつ、もう一回やります。やりたいことは具体的に述べるということをね、してくださいね。えー、っと、こい。うん。で、あの、まあ私がよく、 あの、面接なんかでやりたい、志望動機のところにですね、えっ、ー、と、みんなの役に立ちたいとか、人の役に立ちたいとかっていうことを全面的に押し出してくる人いるんですけど、まあいいですよ、もちろんね。人の役に立ちたいっていう言葉はいい言葉なんですが、あの、人の役に立たない仕事ってね、えっ、ー、と、 仕事にならないんですよ。なんかちょっと言い方がおかしいですね。例えば民間企業で人の役に立つからこそですね、何らかの形でね、企業として成り立っているわけなんですよね。だから単に人の役に立ちたいだけだったらですね、別に公務員になる必然性はないわけで、えー、それぐらいだったらですね、株価なんか投資してですね、えー、バフェット氏みたいに大儲けしてですね、困ってる人たちにバーっと寄付すればですね、めちゃくちゃ人の役に立つじゃないですか。 ね。まあ、なので、えー、どういうふうに人の役に立ちたいのかっていうことを考えなきゃいけないっていうことです。はい。それからですね、これよく質問があるので、挙げてるんですけど、ボランティアはどうするとね。で、まあ、よくボランティア経験とか、サークル活動とかね、えー、まあ、エントリーシート、あるいは自治体の面接なんかでも聞いてくることが多いんですよ。ね、そうすると、なんかもうボランティア経験ないとやばいなと。これ、民間企業なんかでもね、ボランティア経験ありますかとかね。 え、聞かれることが多いんですけども、ね、そうすると、たまにね、大学の先生なんかでも、もうとにかくボランティアやったことにしようとかね、え、どうしたらいいですかボランティア行ったこともありませんとかっていう話に対して、じゃあ、ちょっと今ここでなんかあの、朝の清掃作業とかね、募集してるから、お前そこ行ってボランティアやったことにしろとかね、まあ無理くり、まあボランティアにね、え、行った経験をね、え、作るようにする人もいるんですけど、まあ別にそこまでこだわんなくてもいいです。 で、あの、やっていなくて、えー、やっていても罰な場合も、やってなくても丸な場合もね、どっちもあるわけですね。つまり、ボランティア経験がないなら、ないなりの、まあ、理由。今後やりたいと思ってるけれども、まあ、これまで時間的な余裕もなかったので、えー、やってみたいとかって言えばいいし、つまり、やってない理由というのがはっきりね、言えればいいわけだし、まあ、さっき、今ちょっと言ったみたいに、ボランティアやっていたとしても罰な場合。 つまりなんかこう面接対策のためにやってるとかね。まあそうではなくてですね。うん。ちゃんと自分としてなんかこういう経験がしたいとか、まあ本当に、えー、こういうところに自分の,、まあ、あの力をね、えー、使いたいということでね。あるいは経験をしたいとかっていうことでやってれば OK ですし、やってなかったからってね、えー、全然ダメだとそういうこともないので、そこら辺は神経質になる必要はありません。はい。では。 えー、次、4番目いきましょうかね。あ、ごめんなさい。もうちょっと、あのー、これノート取り損ねた人はスクリーンショット、スクショでも何でもしてください。いいですかまあ、やってるかなうん。あ、ちょっと待ってとかね、えー。さっきの画面に戻してとかっていうのでもいいですよ。チャットでね、言ってくださいね。はい。じゃあ次、4つ目いきます。はい。これもよくありますね。力を入れたことを頑張ったこと。ね。えー、力を入れたことを頑張ったこと。 で、これがですね、あの、非常にあの、自己評価の低い人、よく言えば、まあ、謙虚だということなんですけども、まあ、なんか、ずっとバイトしてるんですけど、あ、何のバイトやってんのって言っていや、別に大したバイトじゃないんです、とかね。いや、私がやってきたことの経験なんて、とかねで。そういうふうに言っちゃう人が結構いるんですけど、で、まるまるなんて、点て点というですね、ネガティブな思い込みはしないということですね。 で、あの、まあ、例えばですね、アルバイト、うん、何やってきたの大学入ってから、この3年生になるまで3年間ずっとですね、コンビニのバイトやってます。すごいことじゃんって私は言うわけです。え、そうですかとかって言われて、その受講生の人にね。いや、やっぱりね、あの、まあ、アルバイト転々としたって別にいいんですけども、ね、あの、同じアルバイト先で3年間ずっと休まずにね、あの、シフト入った日はね、えー、バイト、アルバイト続けられるってことは、それは素晴らしい。 体験なんですよでそれを頑張ったこととしてで、そこで得られたこと、得られることは多いですよね、コンビニのバイトって。私、多分、コンビニのアるバイトってできないわあんな複雑なこと。 ねえ、やってさ、あんなもの物を売るだけじゃなくってね、ものだってですね、なんかこう、おでんだったらしいですね、<laughs> おにぎりだったらしい、サンドイッチだったらしいですねで、そうかと思ったら、宅配便の受付もあるしですね、クリーニングとかですね、それから公共料金の支払い、チケットの発券とかですね、めちゃくちゃいろんなことね、こなさなきゃいけないじゃないですか。だからまあ、それは、それはそれで素晴らしい体験です。で、あのー、まあ、頑張ったこととか力を入れたこと、 の中で、まあ、まあまあ達成感を感じたことはありませんかとかね。えー、聞いてくることが多々あります。まあ、できれば成功体験っていうのを持ってる人かなっていうのを知りたいということもあるんですけどね。で、成功体験っていうのはね、ここも誤解する人が多いんですけど、まあ、例えば、えー、なんかスポーツ頑張ってたと。 それで、えー、県大会、県大会に出場しようと思ったけど、予選で落っこちちゃって、で、結局、県大会優勝なんていう成功体験はないと。じゃあダメかというと、そうじゃなくってですね、えー、その県大会に出るために、あるいは県大会で優勝するために、例えば毎日、えー、自分で予定を立てて、えー、練習のね、スケジュール、予定、スケジュールを立てて、で、それをこなすことができたというのであれば、それはもう十分に、 成功体験なんですよ。やりきったということでね。ですので、あの、何か自分がやったことっていうのは、それは一つの結果を出してると、えー思、信じてですね、えー、自信を持って伝えていってください。いいでしょうか。ほいじゃあ、もう、次行きましょうかね。すいません。で、次、えー、五つ目。行きましょう。えー あ、なんで二つずつ出てくるかな <laughs> もう。5つ目、えー、長所短所とか強みとか弱みとかですね、えー。これを書いてくださいっていうことが多いです。で、まあ、短所とか弱み,弱みに関しては、それをまあ、克服するとか、それをカバーするために、こう、こう、こういう努力をしていますとか、こうこ、うこういう工夫をしていますっていうところも書くといいと思います。 で、まあ、そのエントシ、エントリーシートの場合の長所短所っていうと、まあ、書くスペースがね、限られていたりするので、えー、そこをポッと書くしかないかもしれないんですけど、まあ、長所に関してはいいと思うんですよね。うん。えー、なんだけど、短所に関しては、まあ、例えば引っ込みじゃなところですって書いたら、でもできるだけえ人と会って話ができるように、え、ー 工夫をしていますとかね。まあ、短所の方とか弱みの方は何かカバーをするためにこういう工夫してますっていうのは一言添えられると、まあいいですね。で、あの、人間のね、長所短所ってね、結局ね、一つの性格とか特徴の、まあ、両面でもあるわけですね。まあ、例えば非常にあの計画性があると。で、何事も前もって、え、段取りを組んでですね、え、こなしていきます。これ、一見すると長所だと。 ところがですね、それを裏を返してみると、短所になって、短所としては、あの、イレギュラーな事態に対して、えー、臨機臨変な対応がなかなかできないと。いうふうに、一つの性格とか自分の特徴をね、えー、ここはよく見れば、 こういうふうに長所になるけど、こ,こう、悪く見れば、悪く見れば、とかね、えー、時として短所になることもあるというふうな書き方をすると、まあ、一貫性を持つことができて、やりやすいかもしれません。あの、書きやすいとかね。で、無理に作る必要はないですよ。長所短所は本当に自分自身を見つめて、まあ、自己分析をして、ね、表現すればいいだけです。 はい。で、ごめんなさい。6つ目見えてましたね。ぎっちりびっしり書かない。これもう毎回口を酸っぱくするほど言うんですけども、これめちゃくちゃ大切です。うん。で、まずぎっちりびっしり。まあね、経線が引いてあって、そこにね、あのー、面接カードにも最初から経線引いてあって、その行にね、書いていくんだったら、まあ、指定された行数分ね、書かざるを得ないんですけど、それでも、文字と文字の間隔はできるだけ空けて、大きい字で読みやすく書くと。 で、まあ、下、経線が入ってなくて、白いブランクになってるとですね、あのー、多分思ってる8割ぐらいの行数でいいと思います。で、なんできっちりびっ、ぎっちりびっしり書くなっていい、言うかっていうと、もう、もう、読む気しないということですね。<laughs> 読む気しなくなると。うん。で、なんかたくさん書かないといけないとかね、あのー、もう空白とか白いところは絶対消さないといけないとかね。 うん、まあまあまあ、そういうふうに指導してるところもあるんですけど、ほら、やっぱりさ、あの、面接カードだけでね、何百と来たりするわけですよ。でそれを読むのに、なんかびっしり書いてあるとですね、ちょっと後でいいかなとかね、読み聞きしないと。で、それがですね、そう。文字が少なくですね、かつ要点を掴んで書かれているとですね、まず一覧性があるとか、パッと目に入るわけです。パッと目に入ると。 ね、例えばですよ、あなたの性格を、あなたの性格を書いてくださいとかね、あなたのように、あなたという人間を表してくださいとかね、えー、いう項目があったとするじゃないですか。ね、例えば、昔、私、民間企業の就職対策なんかもこう受験指導してるんですけどね。うん。例えばこういうブランクがあ で、あなたのという人間を表してください。でどう書こうか。よく最初、びっしりバーっとこう書いてたんですけど、もうこんな書くなと、私が、その学生に対して。もう読む気しないから。で、何文字以内とか何文字以上とかですね、えーの、指示がなかったらですね、もうできるだけでかい字でですね、非常にわかりやすく、しかもインパクトのある書き方をした方がいいよっていうことで、で、えー、その彼はですね、 結構社交性があるわけです。そうなんです。で、あの、まあ、おしゃべりもなかなかこう興味深いとかね。で、喋り方をするし、それからまあ、友達も決して少なくないということで。で、それを裏を返せばですね、やっぱり、あの、まあ、まあ、結構寂しがり屋だと自分で言うわけですね。自己分析しか。そしたらね、世界一の寂しがり屋とか書いてしまえと、でっかい字で。<laughs> あるいは地球一の寂しがり屋と。 書いてしまった。そうすると、え、何これとかってね、あの、インパクトがあるじゃないですか。で、そこで、もし、その、地球一寂しがり屋ってどういうことそうなんですよ。地球一の寂しがり屋ですから、もう決して一人でいたくないと。なので、えー、できるだけ人と仲良くしたい、人と、あの、友人関係を築きたい。なので、えー、会話には、こう、最初に初対面と人と、初対面の人に話しかけるときには、こう、こう、こういう工夫をしてますとかね。で、それは、よくね、あの、 あ間違えたの大丈っとごめんなさい今何が言いたかったかっていうとよくですねあのコミュニケーション能力を求められるというふうに言われてると思います面接対策をしたことのある人はねそれはもうどこを受けてもコミュニケーション能力とかね言われるんですけど、まあ、特にそうですね公務員っていうのはですね特に自治体なんかだったらですね えー、人との関係性でね、まあチームプレイですから、公務員の仕事というのはね、それは、えー、同じ自治体、同じ省庁内の 同僚であったり、部下であったり、先輩だったり、上司であったり、あるいはえ民間企業の人であったり、海外の担当者であったりとかですね、あるいは住民の方であったりとか、国民の方であったりとかね。だからコミュニケーション能力っていうのはね、非常に要求されるんですけど、そうすると、自分の強みとか特徴を言えって言って、コミュニケーション能力がありますとか、どんな人とでもすぐ仲良くなれますとかね。 ズバリ書く人もいるんですけど、でもそうじゃなくて今みたいに地球一寂しがり屋って書かれたら、え、どういうこといや、もうそのためにこういう努力をして初対面の人とでもスムーズに話ができるように、まあ、その人が興味を持ってそうなことをね、話題にしたりとか、そういう工夫をしてます。というだけで、あ、こいつはコミュニケーション能力高いやつだなって、勝手に向こうが判断してくれるということなんですね。 まあまあ、すみません。きっちりびっしり書かないっていうところから、その長所短所っていうか、自己 PR のね、書き方のところまでちょっと派生しちゃったんですけど、また自己 PR のね、考え方とかもね、また別の機会にやりたいとは思ってるんですけど、まあ、そういうふうにですね、まあ、ちょっとしたね、あの、思い切ったフレーズで、こう、目を引くということと、つかみオッケーですね。で、具体的なね、今言ったように、すごい寂しがり屋、だから、 人と仲良くできる努力をするね、えー、初めての人とも会話が弾むようにこんなこんなこんなことをやっていますっていう行動を書くことによってその人の後ろにある性格とかいいところをね、えー、アピールすることができるわけなんですね。そうそう、いつも言うんです。えー、人間というのはですね、自分は優しくて親切で相手の立場に立ってものを考えることができる人間ですよって言われたってですね、信用できないじゃないですかね。それよりも普段どういうアクション どういう行動をしてるかを語ることによって、その人の人間というのをですね、表現するもんだという話をしました。いつもしてるんですけど。だからそのためには、そうなんです。あ、いいよ。あの、間違えて送信、恐れずに送信してくださいね、どんどんね。はい。全然大丈夫。はい。ということですね。で、あのー、簡潔かつ要点を掴んでいるとね、非常に印象がいいです。 まあ、とにかくですね、あの、面接でもそうですし、えー、エントリーシートなんかでもですね、先に結論を書いてください、ね。で、そこで、えー、具体例を後に書くと。だから具体例を先に書いてから、ね、よって私は誰とでも仲良くできますとかね、えー、いうふうに書くのではなくてね。はい。そう、わかりやすくね。で、最後、七つ目。 はい。結論はポジティブに、とね、いうことなんですけど、これもなかなか難しいですよね。あの、教養論文でも、えー、結論は、えー、ポジティブかつ発展的にしてくださいということなんですけどもね。うん。まあまあ、あのー、面接なんてのはですね、100%実は自己 PR なんですよね。自分のいいところをいかに、あ、これ、もうスクショしてくださいね。スクショする人は。えー、ここまで、あ、終わっちゃった。はい、すいません。 はい、すいません。えー、まあまあ、ほぼ100%自己 PR。だからエントリーシートとか面接カードっていうの何度でも言うように、あの、自分のいい,いいところ、アピールするカタログですよね。だってそうでしょ。あの、なんかカタログ手にすることってあるでしょ皆さんもパンフレットとかどうですかねああ、コメなんか行くとですね、あの、年末だったらおち料理のカタログとか、 今の時期だったらですね、あの、お中元のカタログとかさ、なんか、すごい良いことがいっぱい書いてあるじゃないですか、宣伝文句ってかね。うん。で、その中に、えー、ただし、生物ですので、えー、3日以内に食べないと、食中毒を起こしてしまうかもしれませんし、過去にそういう人もいましたので、お気をつけくださいなんていうことを書かれると、えー、とかってなってしまいますよね。ただ、あの、マイナスに当たりそうな、例えば、とてもとても繊細で壊れやすいものなので、 取り扱いには注意する必要があります。とてもネガティブなように見えますね。で、それが故に大事に個別放送をしてお届けしています。だからそのためにちょっとお値段を張ってしまいますぐらい言うと、その非常に繊細に丁寧に作ってるといるところをアピールできますよね。だから、マイナス面を言うときも、なんとかしてそこをプラス面とかね、えー、ポジティブ、ポジティブな方に持っていけるようにね。えー ま、語るということもそうですし、あの、ちょっとだけずれるんですけど、まあ、相手が嫌がることは言わない方がいいですよね。どういうことって思いますね。そう、会話の中でね、相手が嫌がることは、それは言わない方がいいですよね。で、なんだかんだ言ったって面接なんていうのはですね、初対面じゃないですか。 世代も大体違うと。面接官と、ね、受験生と。いうことですよね。だからその中で、何とかしてエントリーシートで、ちょっとでも自分のことを分かってもらう。で、たかだか15分か20分のね、会話ですよね。あ、面接って会話ですからね。で、その中で、会話をするって忘れないでね。えー、自分のことを知ってもらう。これ、できるかなかなか至難の技なわけですよね。で、その中で、その中で、そのわずかな時間の中で、 相手が嫌だなと思うようなことをわざわざ話題にする必要はないということなんです、ね、で、まあ、とてもわかりやすい例としては、あの、警察官のね、え、面接試験で、これ本当にあった話なんですが、え、ある研究を受けた人がですね、え、最近気になったニュースありますかとか、まあ、例えばそれを、えー、栃木県警にしましょうかね。まあ、栃木県警の試験を受けました。栃木県警察をね。 最近気になったニュースってあるって言ったら、えー、それはあの、栃木県警察官の不祥事に関しての問題ですって言っちゃったわけですね。いや、まあ、そら、ね、自分が栃木県警を受けようとするならば、栃木県警の警察官に何か不祥事があったら、そは興味は持つと思うけど、まあでも言われたくないことではありますよね。だって警察官って、まあ一人の職員が何かね、えー、不祥事を起こすとですね、警察全体に対してね、こう、 悪評判が立つっていうことで、もう、もう、あの、同僚警察官の不祥事といいますか、犯罪に対して非常に厳しいですよね、あたりが。そらそうですよね。日々ね、厳しい業務の中で。で、警察の仕事っていうのは、ほら、あまりありがとうって言われないわけじゃないですか。ね。だって悪いことした人を取り締まったり、ね、捕まえたりとかね、取り調べしたりするわけですから、まあ、毒づかれることはあってもですね、こうダイレクトにありがとうと言われること、まあ、たまにはあるでしょうけど、あまりないと。 ね。だから、その中で、非常にピリピリしてるわけですよね。同僚の犯罪とかね。そういうことに対して。だって、それはそうでしょう。例えばですよ。うん、伊藤忠商事のね、面接を受けてですよ。最近興味を持ったニュースは、いや、伊藤忠商事の人間がですね、あの、談合に加担してた、そのニュースです、なんて。もう、もう、もう、地雷ですよ、そんなもんね。聞かれたくもない、言われたくもない。分かってるけどさ、っていうことですよね。 まあ、なので、ええー、まあ、まあま、あまあ、つまり言いたいのは、あの、そういう分かりやすい相手に、相手があんまり嬉しくないことは話題にしない方がいいですよね、テーマとかね。まあ、そんな感じなんですが、すいません。一方的に喋ってるんですけども、あの、手を挙げてもらって、えー、っと、音声で聞いてもらってもいいですし、あ、あの、今チャットで、え、聞いてもらってもいいですよ。あの、さっき間違えて送っちゃったえー、古川さんなんかあれば。 あの、発言してもらってもいいですよ。どうですかせっかくの時期、せっかくのチャンスなので、皆さんも、なんか聞きたいこととかあったら、いや、こんなこと聞いたら、あかんのちゃうのとかね、思わずに。えっ、ー、と、エントリーシートの準備の方法、面接カードはこうして準備というテーマですけど、それと離れちゃってもいいよ。いきなりここで数的者への問題アップして、これ教えてくれって言われても、ちょっと、おたおたするけど、まあ、それでもいいかしら。<laughs> だから、なん、なん、どんなことでも、えー、ちょっとごめん。あ、ありがとうございます。はい。えー、質問ありがとうございます。えー、今後、市役所受験予定です。なるほど。9月、ね、1月。はい。職員に求められる素質として、新しいことに積極的に取り組む人と、堅実な人柄、どちらが好まれますでしょうかうん、どっちも好まれますよ。うん。 どっちも好まれます。なんですね。うん。で、二者は択一これ、例えば新しいことに積極的に取り組むからといって、えー、あの、堅実さがないとも限らないので、堅実な人柄で、なおかつ新しいことに積極的に取り組むことができるとか、取り組めるとかね。えー、これは両立することなので、えー、両方とも兼ね備える人間ということで、売りにしてもいいですよ。 まあね、あの、ちょっとぶっちゃけた話、新しいことっていうのはね、なかなかできないともよく言われますよね。あの、役所というのはね、あの、全集と、あの、まあ、全霊当集型とかってよくもう言われる,るんですけど、でもね、とはいええー、ホームページなんか見てもらったらわかると思うんですけど、どこでもですね、えー、未来を開く。 新しい何とかね、例えば新しい神戸市を作るために果敢にチャレンジできる人を求めていますとかね。まあそういうふうにアピってることも多々あるわけです。そうなんですよ。全体としてね、理念として、建前としてっていうこともないんだけど、ね、えー、その組織のありようとしてね、やっぱり何か新しいことを取り組んでいかなきゃいけないっていうのはね、誰しも思ってるわけですよ。 だって、このままだったらね、まあ少子高齢化とかさ、えー、財政状況が悪いとかさ、あまりいいニュースないじゃないですか。で、まあ、してやコロナ禍においてね、えー、変わっていかなきゃいけないわけですよ。例えば、あのー、お仕事のね、えー、リモート化とかさ、まあ今回ね、このホームルームだってリモートでやってるんだけどね、それは新しいやり方でしょ ね。だからそういうことに、えー、取り組んでいかなきゃいけないっていうことは、あの、事実なんですよ。なので、そうなんですね。ちょっとこれ言葉の綾なのかもしれないんだけど、堅実っていうのは、あの、イコール保守的ということでもないわけですよ。ねえー、新しいことに積極的に取り組むにあたって、えー、無謀なことはしないと。そうそうそう。新しいことに取り組むイコール無謀とは違うんですよ。うん 堅実に一つ一つ用意をして、そして、新しいことに取り組むというね。だから、しつこいですけども、えー、新しいことに積極的に取り組めるし、その際、堅実に、一個一個着実に準備のしていける人間ですということも可能です。どうでしょうかこんな答えでいいかななんか足りなければ、全然いいですよ。古川さん以外も。えー、っと、古川さんって言っちゃった。その他の方も、 あ、入ってきて、質問くれてるね。ごめん、ちょっと見にちょっと待ってね。今読みます。はい、えー、4年生以下いいなさっきの方ね。ええ AR04 さんね。はい。あの、足りなかったまた、あ、ありがとう、ありがとうございました返してくれたね。はい、えー、今、古川さんから4年生大学を卒業後に2年間民間企業で働き、え現在東京の市役所職員事務職を目指しています。 面接カードでは大学での経験よりも仕事を通じての経験を元にして作成を進めるべきでしょうか自分の長所短所など。はい。あのー、その通りですね、基本的に。で、ま、した二2年間もね、民間企業で働いてたわけですから。あのー、何が言いたいかというと、まあ、過去の経験を語るときにね、できるだけ今の時間に近い時期のものをあげる方が、まあ、マッチベターです。 例えば、あの、現役の大学生でも、えー、これまでにね、経験したことで、その、さっき私が言ったように、アクション、行動をね、語ることによって自分の長所短所アピールしていくと。その、アクションに関しては、できるだけ自分の、今の時間に近いのがいいんですね。で、あの、民間企業の経験者の方ね、えっ、ー、と、 今、質問された古川さんのようにですね、民間企業を一旦勤めてから公務員に転職する人っていうのがですね、もうすごく増えてるんですよね、今ね、えー。そうそう、だから転職組っていうのがね、あの、決して少なくないと。で、ご存知のように公務員試験というのは、えー、っと、受験可能年齢に幅があるじゃないですかね。で、そこはやっぱり、あの、新卒、新卒かダメだって言ってるじゃないですか、新卒の方、 まそうなんだけど、えー、民間企業での経験を、まあ、に、えー、公務員としても生かしてほしい,っていう、ね。まあ、そういうのがあるわけですよね。だって年齢制限34とか35になってるね。30代半ばっていうね、えー、都道府県、決して少なくないですよねで。国家公務員なんかでも大体30ぐらいなんですよね、年齢制限がね。で、もちろん、あの、採用されたら年齢級とか、それから職歴級って言ってね。 職務経験とか年齢によって給与も加算されますからね。まあなので、えー、仕事を通じての経験を元にして考えられる方が多分いいと思います。まあただなぜ転職するのとかね、なんで辞めるのとかね、いうのはね、まあ十中八九突っ込まれますので、まあそこはちゃんと準備をしておいていただけたらいいと思います。どうでしょうかこんな感じで。えー、ですので、あの現役の人もね、 どうでしょうって言ってすぐ喋ってる。すいません。時間がなくなってきたから、現役の大学生の方もですね、あの、小学校の時の経験とか、中学校の時の経験とか語るより、やっぱり大学時代、こういうこと、まあ大学って4年間もありますからね、大学での経験とかをね、語った方がもちろんいいです。あの、それは質問がね、どんな子供でしたかって聞かれたら、子供の時の経験をね、語るしかないんですけどもね。あるいは、小学校の時から現在までね、えー、十何年間続けてくることがあるっていうんだったら、そういうのね、書くのもいいんですけどね。 そうです。あのー、自分の行動とか体験を語るのはできるだけ近いところがおすすめです。はい。いかがでしょうか大丈夫かな古かさん。他にないですか質問等々。あ、来ました。ありがとうございます。えー、公務員の面接で理系として文系より有利にアピールできる部分はありますかなかなか。 なんか、シュールな質問ですね。理系として文系より有利にアピール。うん、ざっくりしてますね。理系、文系分けて、理系だからこそ、ってね、えー、いうの。まあ、これは物場の件で、理系だからこそっていうところをアピールすると、文系を下に下げることにもなりかねない。まあ、そんなこともないとは思うんですけど。どうでしょうかね。あのー、理系だから、文系だから、あ、そっか。もしかしたら不安なのかなあのー、 事務職か。技術職じゃなくて、行政職とか事務職を受けるとね、ほとんどの人が文系で、えー、理系の学部の人って技術職をね、受験する人がとても多いんですけど、まあ、とても多いってこともないね。で、最近は、あの、技術職よりも、いわゆる行政職の方がね、なんか人気が高いっていうのは事実なんですね。技術職ね、特に特別区なんかね、人気ないんですよね。 まあそれはあの採用された後の業務内容を考えてたと思うんですけど、まあそうすると多分ね、あの、受験する人は文系が多いだろうから自分は理系ならではのアピールをしたいというところだと思うんですけど、それはもうこれまでに逆に言うと理系だっていうことをアピールしたいっていうことはイコール大学で勉強したことをこう活かせますとかね、えー、大学でこういうことを勉強したので自分にはこういうスキルがありますというアピールと一緒だと思います。うん。 それは理系、文系とざっくりした区別ではなくてね。自分は何々を専攻して。大学がどこかっていうのはそんなのどうでもいいことです。そうそう。あの、こういう研究をしてきたとか、こういう勉強をしてきたと。それによって、えー、こういう知識があるとか。まあね、大学で勉強した、まあ、大学院とかなら別なんですけど、大学の学部レベルで勉強したことが、どれだけ、その職務に活かせるかっていうと、そんなないですよ。正直。 うん、まあね、うん、なんだけど、まあこういう研究をする中で、まあ、例えば、あのまあ、実験がね、多いと。大体、理工系のね、学部ってそうじゃないですか。その中で、えー、段取りよくする、つまりまあね、あの準備をね、いち早くできるようには、そういうスキルがありますとかね。 えー、いうのも一つのアピールだと思いますし、そうそう、だから理系だから文系よりなんか不利になるとかっていう、そんなことは全く思う必要もなく、思ってないかな、えー、思ってなければいいんですけども、あの、何度も言いますが、繰り返しになりますが、ともすれば、自分が大学でこういう勉強をして、で、その中でこういう経験をした。 だから自分はこういうスキルを持った人間です。あるいはこういうものの考え方ができます。もっと言うとこういうことができますとかね。えー、いうようにアピールするといいと思います。いかがでしょうか物足りないかなあ、ありがとう。返してくれたね。嬉しいね。ありがとうって書いてくれたらね。はい。はい。どんな感じですかね皆さん。あ、あと、 6分ぐらいになってきたんですけど、もう1人ぐらい答えられると思う。ごめん、しねこう、喋るのも早いし、話長いってね、よく言われるんですよね。まあ、勘弁してください。すみません。い。えー、っと、ちょっと今ね、あの、次回、どんなお話をする予定かというのをみんなに <laughs>、えー、伝えようと思って、横のパソコンで操作をしています。顔見えないけど、ちゃんと、 真面目に対応してるからね。ほいほい。まあ本当とね、あ、今日もね、思ってたよりたくさんの人が参加してくれてとても嬉しいんですけど、まあ本当だったらね、あの、顔を出さずに、えー、ね、マイクだけオンにしてね、例えばちょっとしたディスカッションみたいなんできるようになったら楽しいなとは思ってるんですけど、難しいかね。 ね、本当はみんなね、お友達になってもらえるともっといいんですけどね。そしたら、あの、ほら、面接の練習とかできるでしょ自分たちでね。ほい。あれちょっと待ってください。あった。ほい。ええー、あと、ちょっと喋りながら、顔映ってないけどね、聞いててね。 のまあ、これから面接とかね、模擬面接受けたりとかですね、あるいはあの定期カウンセリングでいろいろ相談したりとかですね、えー、してくださると思いますが、あの模擬面接受けるにあたってね、あのエントリーシート、えー、添削してくれって、どん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 利用してくださいね。うん。で、あと、えー、っと、定期カウンセリングって月1だけなんですけど、しかも電話でね、 あの、対応するだけなんで、ちょっと寂しいと思ってる人もいらっしゃると思うので、あの、まあ、他にも、えー、質問できるようなね、システム。なんかこう、随時質問するシステムっていうのはね、あの、公務員ちょっとまだできてないので、えー、Facebook 使った、その質問対応コーナーみたいなの、ま、あそのうちできる予定なので、またそれも利用してくださいね。はい。 あ、質問来ました。ありがとうございます。えたびたび申し訳ございません。申し訳なくないよ。何回でも。民間矢印公務員を目指す場合に品質となる質問、品質となる質問がありましたら教えていただきたいです。品質、えー、なぜ転職 <laughs> もうそれ、なぜ辞めるのとか、なぜ辞めたの多いです。で、それから、 まあまあ民間企業で得た経験をどうね、採用されたら活かせると思いますかと。まあビッグスリーですね、それがね。そんな感じです。うん。で、まあどんな仕事してたのとかね、えー、そこでどんなこと頑張ったのとかね、うん、いうことも聞かれると思いますが、まあ何度も言いますが、ネガティブな、そう、前職の悪口は、まあ極力言わない。言っちゃダメですね。えー、言わずに、それでも、 え、転職することになった。まあ、だから死亡動機ですよね。イコールね。えー、そういうところをじっくり考えておいてください。もう一回言いますね。えー、なぜ辞めるのなぜ転職するの前職でやった経験をどう活かせるのみたいなね。いうのが質問としては多いと思います。はい。良いでしょうか。まあ、あの、ただね、えっ、ー、と、民間企業、例えば、 一年も経たずに辞めちゃって公務員転職とかっていう人とかね、なんかすごい不安に思う人もいるし、逆に四五年勤めてからね、えー、公務員に転職するときも、そこまでやってきてなんで辞めるのって聞かれるのも不安に思う人もいるし、まあ、つまり日本っていうのはまだまだその新卒採用の神話がね、とても大きいので、だ公務員試験ってある種特殊なんですよ。民間企業と違って、年間一回の一括採用してるくせに、 新卒も既卒も同じ土俵で試験を受けてもらって採用するっていうところがね。まあ、ある意味非常にフラットっていうか公平っていうかね。面白いですよね。民間企業だったらそんなのあまりしない。とかまずしないじゃないですか。新卒だけの一括採用とかね。大卒予定の人だけとかね。でそうならないのはさっきから言ってるように、いろんな経験を持ってる人にね、えー、来てほしいっていうね、ところもありますし、あの、 既卒職歴なし。なんで職歴ないかっていうと、まあね、フリーターやってたとか、フラフラやってたとか、あるいはいろんな事情でなんか働けなかったとか、まああるいはあの国家試験の受験勉強してたとかね、いろんな人で既卒だけど正社員経験がないとかね、いう人もいますけども、まあそれでも公務員試験はね、通、えー、ってる人いっぱいいますので、何度も言いますが、それぞれの 経験自体はね、かけがえのないことなので、皆さんの人生一つ一つね。だからそこは、あの、自分を正面から認めて、逆に言うと褒めてあげて、ああ、よくここまで頑張ってきたな、頑張って、頑張ってこなかったからこうなんですって、言って返してくれる人もいるんですけど、いや、そうじゃないのね。頑張ってきたから今、今今日ここまでね、生きてこられたと。もうそれだけでもやっぱり頑張ってきたことなんですよ。ほんとそう思う、私は。 いろんなことがあるのにね、世の中ね。だから、まあ、今いる自分をね、正面から認めて。で、あの、堂々といいところアピールしたら大丈夫よ。はい。ということなんですが、すいません。ちょっと時間になってきた。うわ、時間だ。はい。えー、うちの担当者からそろそろ終わりです。言われてます。えー、っとね、えー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 、ええー、え次回、7月ね、えー、っと、 この時間ね、一応2021年向けは、やっぱり面接対策重視で自己 PR 死亡動機の準備方法についてお話をしたいと思います。はい。ということです。はい。で、今回はですね、どうもご参加いただいてありがとうございます。こんなたくさんの人にね、参加してもらえるなんてとても嬉しいですね。 で、あのー、この後、また15時からもですね、2022年向けなんですけども、まあ、これはどっちかというと、ここから勉強しようねっていう人のためのね、まあ、勉強方法なんかが中心になっちゃいますが、まあ、興味があれば、あるいは、あのー、今受けてくださってる人の中で2022年受験希望の方がいらっしゃるようでしたら、ぜひ参加してください。で、あのー、まあまあ、 一応テーマはね、えー、さっき言ったように次回は、えー、この時間は面接カードはこうして、ちゃ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 、自己 PR 志望動機の準備っていうことを念頭に置いてるんですけど、まあ、あのー、他のね、えー、なんかリクエストとかあれば、の中の形で要望ってくださったら嬉しいかなと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。あの、質問してくれた人ありがとうね。皆さん他の人も遠慮なく、また次回、えー、ガンガンチャットで質問、あるいは声を出してね、質問してくれたら嬉しいかな。 はい、以上です。終わりたいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。